名古屋市国際展示場は、愛知県名古屋市港区近所ふ頭二の二にある、展示施設、イベントホール、日本市会場である。通称は、ポートメッセ名古屋。指定管理者は株式会社コングレ。施設は、ドーム上の第1展示館、長方形の建物の第2展示館、第3展示館、多数の会議室を備える交流センターイベント館の5つの建物で構成されている。 敷地面積、約20万平方メートル。展示面積は、展示棟3つで33,946平方メートル。中央に位置する直径134メートル。高さ最大31メートル。総面積13,870平方メートルの、ドーム型の建物。南側に、第3展示館への連絡通路の出入り口がある。老朽化が進んでおり、 再整備が予定されている。2007年6月から2008年1月までの名古屋市国際展示場整備構想検討委員会で決められた新第一展示館の整備構想の概要は第2、第3展示館同様の長方形型の建物で、近所不当駅の隣に新たな建物を建設、2022年10月共用開始予定。現在の第一展示館は取り壊し、 跡地は、レゴランドジャパンの拡張用地となる。名古屋市国際展示場敷地内の西側に位置する縦、約110メートル、横約60メートル、高さ約12.5メートル、総面積6576平方メートルの長方形の建物。1987年共用開始。西側に入り口があり、南側に交流センターへの連絡通路の出入り口がある。 名古屋市国際展示場敷地内の南側に位置する縦約180メートル、横約75メートル、高さ最大約15メートル、総面積13,500平方メートルの長方形の建物。1993年共用開始。北西側に第一展示館、北西に交流センターへの連絡通路の出入り口がある。 名古屋市国際展示場敷地内の西側に位置する4、階層の長方形の建物。メインゲートに併設されており、入り口はエントランスホールになっている。1階は北側に第2展示館、南側に第3展示館の連絡通路への出入り口があり、エントランスホール北側には、レストラン、東山ガーデンと喫茶店、ふるさとが設置されている。 階段以外の上階への移動手段として2機のエレベーターと上下各1機のエスカレーターが設置されている。2階は非営業の食堂が2カ所あり、西側にはイベント館への連絡通路の出入り口がある。3階は広さ537平方メートルの会議ホール等194平方メートルの第3会議室、第4会議室、72平方メートルの 第5会議室がある。4階は広さ194平方メートルの第6会議室、第7会議室がある。名古屋市国際展示場敷地内の第1展示館と交流センターの間に位置する2階層の長方形の建物。1階はレストラン、ふるさとが設置されている。2階は広さ725平方メートルの2面取りができる。 ホールと126平方メートルの2面取りができる第一会議室と62平方メートルの第二会議室、非営業の食堂がある。名古屋市はレゴランドジャパンを中心とした近所不当の開発事業を進めており、ポートメッセについても駐車場の移転と転用、第一展示館の移転新築などが計画されている。レゴランド建設のため、 北側の平面駐車場は2014年12月に、閉鎖、近所府等駅に、駅前駐車場が新設された。今後、明美の途中央インターチェンジに隣接して、名古屋市営近所府等駐車場が建設された後、駅前駐車場の区画に、新第一展示場を建設、旧第一展示場は、レゴランド拡張用地となる予定である。 名古屋市は10万平方メートル規模への拡張視野に、イネエフ島への新施設建設などを検討しているが、名古屋市が共同事業化を提案していた愛知県は、中部国際空港島内に、愛知県国際展示場の建設を発表、2019年8月に開業した。展示場もより駅、青波千金城不島駅過去には、以下のバスが運行されたが、 青波線開業により大量輸送機関が確保されたため、定期路線は、近所をふ頭から運河を挟んだ、の席駅、フェリー埠頭泊まりとなった。定期路線バスが廃止されても、バス回転場の広い敷地はそのまま残っている。ありがとうございます。